熊本県立熊本商業高等学校は、熊本県熊本市中央区人随一丁目にキャンパスを置く県立商業高等学校。略称は、熊本商業、または、熊商。校舎の改築のため一部プレハブとなっていたが、2011年度末には、全工事が完了した。1895年に開校した、熊本官易商業学校を前身とする。 その後、数回の解消を経て1967年に、現在の名称となった。熊本市内にある、公立学校としては、唯一の商業を専門とした高校で、2005年に、創立110周年を迎えた。全日制家庭商業家、情報処理家、国際経済家、会計家4月現在、礼節、合憲怒りと桜の花を背景に、章の文字を置いている。 作詞は、葉っぱのりよし、作曲は、末継ぐ定吉によるもので、2番まである。熊正同総会と称している。東京、関東、関西、福岡、熊本に支部を置く。また、桜会、緑会、勇士の会、恵比寿会、祭り委員会、高架祭委員会、人髄会といった部会がある。特色ある行事に、熊正デパートがある。熊正デパートとは、 毎年12月に2日間にわたり行われる熊小生の販売実習である。熊本では冬のイベントとして定着している。しかし2009年は新型インフルエンザ拡大防止のため開始以来初めて中止された。また熊本県内の高等学校で唯一国家資格の基本情報技術者試験の午前科目免除制度の認定校に選ばれている。 三学期制をとる。ありがとうございます。